ミューテンさんから見たウルミベルクとリギさんウルミベルクはスイスのリギさんのうちシュビーツ州に広がる東側の山麓地域。州としてインゲンボール市のブルンネン町に属する地域である。リギさんの東山海のうちリギホッホフルーミネの東側の山麓で休憩所があり、展望が美しい標高線395メートルのゴッテアトリミネを中心とする。 ミューテンサンを背景としたゴッテアトリボンウルミベルクは標高1698メートルのリギホッホフルーから東北に向かって始まる。上部の尾根はインゲンボール市とラウエルツ市の境界を走る。ラウエルツ市側の西北側斜面はビュエラーベルクと呼ばれている。ゴッテアトリボン付近からファーレン川が南に流れフィアバルトシュテッター湖に注いでいる。湖への川口付近にはかつて ファーレンバッハホテルがあって1994年に外国人を排斥する過激派のマルセル・シュトレーベルが警察官に発砲した事件で全国的に有名であった。リギ鉄道によって運営されているケーブルカーウルミベルク線が標高436メートルのブルンネン西高からウルミベルクの真ん中にあたる標高1128メートルのティンペールまで通じている。 ティンペル駅の隣には、レストラン、ティンペル牧場があり、食事と眺望を楽しめる。山から突き出た、キガン、オーバー、ブルンニベルクと、ウンターブルンニベルクがあり、特に、オーバー、ブルンニベルクは、ドゥーメという愛称で有名である。ゴッテアトリミネからのパノラマハット ABCD、スイストポ。ありがとうございます。